北口行徳駅は千葉県市川市行徳駅前2丁目にある東京地下鉄東西線の駅である。駅番号は T20。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。ホームの端の壁側から中央部を見るとわずかに外側へ湾曲しているのがわかるが、これは東西線建設当時、東駅にも将来的に対比線を増設できるよう計画されたためである。 そのため、階段も壁から離れた位置に作られ、階段と壁の間に通路がある。しかし、対避設備は明天駅、バラキ中山駅と二駅連続しているため、その計画はなくなっている。改札口は一箇所で、改札内コンコースと、各ホームは階段のほか、エスカレーターエレベーターにより連絡している。トイレは改札内コンコースにあり、多機能トイレを併設する。 当駅は、浦安駅駅、勤とむ管区行徳地域として、近隣の駅を管理している。2015年6月11日から向井や実のる、作曲の発車メロディを使用している。曲は1番線が、ーデインザメトロ、2番線が、ビヨンドザメトロポリスである。2019年度の1日平均乗降人員は57,818人で、あり。 東京メトロ全130駅中73位。東西線の駅としては23駅中野駅第17位であり、通勤快速通過駅としては最多である。明天駅が開業する直前期は、快速停車駅の浦安駅よりも利用者数が多かった。しかし、2000年1月に明天駅が開業したことにより、2000年度より利用者数は大きく減少した。 近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は以下の通りである。駅南側に首都高速湾岸線が走り、駅北側には千葉県道6号市川浦安線が走る。南西約 3km には東日本旅客鉄道市川潮浜駅がある。改札口を挟んで南北にそれぞれ広場があり、ベンチが置かれていて、 北口側にはバス停が南口側には交番が設置されている。ホーム高架下には行徳駅前通りが通っているが、ロータリーは整備されていなく、客待ちのタクシーが通りに溢れ出すことがある。駅南西側高架下には日産レンタカー行徳店がある。駅周辺は行徳駅前という地名である。かつての駅周辺は 白崎が舞う行徳園連が広がり、駅には靴を洗う設備があったとされる。三井住友銀行行徳支店行徳駅前公園、行徳郵便局降下下及び北口に、バス停留所が設置され、羽田空港行リムジンバスと、京成トランジットバスにより運行される、一般路線バス、市川市、コミュニティバスが発着する、行徳駅駐車区出店。ありがとうございます。